はい。皆さん、こんにちは。おなすの誕生日占いへようこそ。はじめに告知です。この度、個人鑑定を始めさせていただきました。ここならというところで、概要欄にリンクを貼っております。恋愛や仕事の悩み、どういったところで起業したらいいのか、この苦しみはあとどれくらい続く可能性があるのか、など、あなたの運気の流れやターニングポイント等を調べるお手伝いをさせていただきます。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ立ち寄ってみてください。お待ちしております。 はい。皆さん、こんにちは。おなすの誕生日占いへようこそ。本日も占っていきましょう。本日は、スノーマンの佐久間大介さんを占っていこうと思います。では、早速占っていきましょう。佐久間大介さんは、1992年7月5日生まれですね。性格面は、コミュニケーション能力を表側に持ち、髪は真面目タイプといったところですね。はい。で佐久間さんの今年の運勢は、リスタートの年になっておりまして、 とても満足のいくような一年間になる可能性が高いです。今年は身も心もとても豊かになりやすい運勢、穏やかな運勢になりやすいので、派手に遊びすぎなければ順調にうまくいくことができます。ここで派手に遊んでしまったり、羽目を外しすぎると、その後にやってくるツケを払う年にいろいろ厄介なことになってしまうので注意が必要です。 今年は遊ぶことによって仕事が増えてくるということなので遊び感覚で仕事を選んでいくといいと思います今できることよりも楽しそうだなワクワクするなという方を選んでいくとより飛躍しやすく長続きする可能性がありますのでワクワクする方を選んでみることをおすすめいたしますで今年頑張ったものが来年収穫の年を迎えますので ガガンガン今年は攻めていっていいいっと思います異性遊びだけ注意してください。大きな運勢で見ますと現在はかなりこだわりが強い年回りになっておりますので何か一つのことに集中して取り組むことができれば名誉運や財を成すことになりますのでちょっと今年の運勢とは真逆ものになっていますので悩み事も出やすい時期ということも考えられます。 なので、こだわりたいものを持ちつつ、それを軸にし、それ以外は遊ぶ感覚で、うまく住み分けをすることによって、運勢を上げることは可能なのかなっていう印象ですね。今年は楽しく軸を持って楽しんでいってほしいですね。はい、このようにですね、今後も占っていこうと思います。動画が良かったなと思う方は、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた。